レガシー OS とは、コンピュータのオペレーティングシステムのうち、OS ベンダーのサポートが終了したものを指す。OS は発売後も、バグやセキュリティホールの修正及び新機能の追加などが行われるが、当該バージョンもしくは時期バージョンの発売から、一定期間が経過すると、OS ベンダーによる問題修正パッチの配布などが打ち切られる。このような状態になった OS が、 レガシー OS である。レガシー OS では脆弱性が見つかっても是正する手段がなくソフトの対応も打ち切られる場合が多い。しかし費用や互換性の問題などからレガシー OS の使用を継続せざるを得ない状況も生じている。Windows にはサポートライフサイクルと呼ばれる方針が存在しメインサポートフェーズ及び延長サポートフェーズに分けられる。前者は 全ての製品に適用され、問題の修正のほかに、新たな機能追加も行われる。後者は、ビジネス用製品のみ適用され、問題修正は行われるが、新機能追加は行われない。期間は、前者が発売から5年間、または、次期製品発売から2年間のうちの長い方。後者は延長サポートフェーズ以降から5年間、または次々期製品発売から2年間のうちの長い。 となるこのライフサイクルが終了すると、レガシー Windows となる。ただし、サポート期間は延長される場合も多い。サービスパックにもサポート期間が設けられており、次のサービスパックがリリースされて24ヶ月が経過すると、OS 自体のサポート期間が残っていても、サポート終了となる。この場合、その時点で、リリースされている最新のサービスパックを適用する。 必要がある。ありがとうございます。